皆さんこんにちは、コンテスト TV2007 今回も始まりました、ね、今回また、去年に引き続きこちらのスタジオでコンテストの紹介をさせていただく私オニタンです。そしてウサンです。そしてユウコブです。さあこちらの審査員3人とともに今回またコンテスト TV を、ね、進めていきたいと思いますので、ね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりました。まだね8月入って2週間ちょっとですけども、もうすでにいろいろ作品も集まりつつあってですね、今回そちらの作品とともに、ね、コンテストの情報を、ルールとかね、あとまあ作品とかこれから応募する人も、もうすでに応募してる人にもね、いろいろこう伝えていきたいと思います。ということで始まりましたけど、どうですか今回。今回すごいですね。もうなんか始まってたくさん応募がもうありますね。ありますね。もうなんか若い方が結構多い。そうですね、割ともう小中学生頑張ってますからね。ということで我々もね頑張ってこちらのコンテスト TV もね進めていきたいと思います。これね今8月で暑い中これ撮影してるんですけども、今日あたり涼しくなってきたんですけど、照明が暑くて、今日はね、もうこの夏の雰囲気たっぷり、はい、皆さんは分かんないと思うんですけどね、こちらのスタジオの不思議なスタジオでね、こちらの後ろのモニターにこれからいろいろね映ってきますからね、楽しみにしてもらいたいと思います。それではコンテスト TV2007 始まります。早速最初はですね、まずコンテスト作品をみんなで遊ぶにはどうすればいいかっていうところをね、はい、ちょっと紹介したいと思うんですけども、今回2つ部門があってですね、一般部門と HSP-TV 部門ってあるんですけど、まず一般部門の方を紹介していきたいんですけど、まずはねこちらトップページにあるこのプログラムコンテストのバナーをクリックしてもらうとですね、コンテストのトップページに行けますね。 HSP プログラムコンテストで検索してもらってもこちらのこのトップページに来るんですけど、ここにね応募作品を見るっていうリンクがありますんで、こちらの方にクリックしてもらえるとこちらの応募作品のページに来ます。であとはここでダウンロードのボタンを押してもらえれば、この一般部門についてはもうあなたの PC で応募されている作品が全部遊べるようになりますからね。それでもうぜひともね、こう興味があるやつはクリックしてね遊んでみてもらいたいなと思います今回もう一つ HSP-TV 部門っていうのがあってですね、こちらはですね、ここでダウンロードではなくて HSP-TV ブラウザーというのでダウンロードしてもらいます。でそちらは HSP の 3.1 をインストールしてもらって、そちらのスタートメニューにある HSP-TV ブラウザーというのをね起動してもらって、そちらの中で遊べるようになっています。でこれまず最初起動するとああいった感じで設定して自分の名前を入れたらこういうふうに始まります。で最初はこういうおすすめプログラムの画面になってるんですけども、この中でこのコンテスト作品2007っていうボタンがありますから、これを押すとこの今回応募されている2007のソフトのリストがずらーっと出てきて、でこの中で好きなのを選ぶと、その紹介がね画面が出てくるわけです。このまま遊べるようになります。あとはもうこのプレイボタンを押せばそれがそのまま即始まります、ね、これはもう一回遊んだやつとか新しく増えたやつがニューってちゃんと出てくるんで、割とこう新しく増えたなっていうのが分かりやすくなってると思いますんでね、ぜひ活用してもらいたいなと思います。でそれ以外にも今回の HSP-TV 部門ではみんながこう一緒にこう同時に遊んでいる人たちとかのスコアの集計がね全部してネット上でランキングを集計して、集めたりとかね、みんなで競い合うことができるようになってるんで、そちらも注目の機能なんでね、ぜひとも遊んでもらいたいなと思います。そういうことでね、ダウンロード方法でした。